どうもー影です今日はですね下積みで試行錯誤をするということについてお話したいと思います。えー、っとですね下積みというこうね、えー、時代がこうあると、えー、皆さんいろいろあると思うんですよね。その下積みは僕はですね、えー、今こうやって考えてみると今もまだ下積み期間。 とという,ふうにちょっと考えておりますで、えー、人生の中で50年ぐらい下積み期間があるんじゃないかなと。で、えー、下積みの時にこうやっていくことを、えー、こういいなと取り入れていろいろ訓練していくことであったりやっていく活動っていうのはですね、えー、下積み期間が終えてこう思ってこう出れる状態になった時の でもですね、えー、続けていくものだというふうに考えます。で今僕は50歳にもまだなってないですけども、えー、今の時点でこう続けているいろんなことがあるんですけども、えー、その 下積み期間にこう続けていることをこうその後50を超えても続けていくそれでどうしてもその体力的えまあ肉体的にちょっと続けることができないことになった場合はですねえやめることもあるでしょうけども次違う形をとっていくんでしょうけどもえーそのえー僕がこう考えるにねどん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 こう50歳を超えるところに向けて そこここからううどんどんん変わってていいく形が見えている感じですねだから今それがこういろいろ続けてきてこう積み重ねてきたことがですねこう役に立っているというかそれがこうリンクしてきているというかねそういうことをこう感じることがあります。で えー、僕が今仕事をしてこうお客さんまあまあ独立して自分でお店をやっている状態なんですけどもそこで、えー、こうすごく役立ってきている特にね、えー、昨日のお客さんをね、えー、施術させていただいてお話をさせていただいた時にちょっと僕が感じたことなんですけどもなんかそのいろんなことがありますよね。その で特にねこう若い頃っていうのはこうやっぱり悔しいことであったりこう辛いことであったりとか、えー、そういうことが結構こうある状態になってそれをこう経験するほんで、えー、まあまあ40代になってもいろいろ悔しいことやったりいろんなことあるんですけども、えー、それを経験することによってですね、えー、その人の気持ちがわ、えー、かるという。 100%分かるんではないけどもその状態での気持ちというその時のしんどい気持ちとかそういうことをこう僕は、えー、理解することができることになるんですね。そうするとね、えー、お客さんにこう寄り添ったりお客さんの気持ちを汲み取ることがこうできやすくなる、えー。想像でするんではなく自分が経験していることがあるのでですね、えー、それをですねくみ取って ていく形を取ってです、ね、ほんで、えー、お客さんに寄り添う形から、えー、体の状態を読み取ってですね、えー、施術していって、えー、少しでも楽にしていく状態を作り出すということができて今のこの今やってるこの商売に関してですねすごくこうそれがこう役立ってるしそこでお客さんの気持ちを理解するために僕はこういろんなしんどい こうしんどい思いつらい思いとかね、えー、悔しい思いとか悲しい思いとかそういうことをこうしてきたのかなというふうに考えます。で今特に今年になってですねちょっとこうねこう自分の中で光が見えてきてるというかそういう感じをちょっと感じることがこう多々あるというところですね。そのの今まで40何年間こう下積みしてきたものがちょっと と変化してきてきですね、えー、光がこう当たるようにこうなってきそうな、えー、なってきてる部分もありますし、えー、そういう形にこう流れていってるだからいろいろとうまくいかなかったことが、えー、必然であったかのようなこう感じがこうしています。 えー、そこでうまくいくことによって将来的今のこの40代50まあ50超えたあたりの、えー、自分にこうかなり悪い影響を与えるためにですねそこはうまくいかないような状態を作り出していた、えー、20代30代はうまくいかない状態を作り出していったのかもしれないですね、えー、その辺は50代になってみないとわからないですけどもそこでうまくいくことによって僕がこう えー、高みににっってていいいく状状態態をこう作り出せない状態になっていた可能性があるんですね今、えー、そのうまくいかなかったことつらかったこと悔しかったことこうしんどかったことっていうことがあったことによってですね、えー、50代以降にすごく花を開く花開く状態をこう作り出すことになるんじゃないかなというふうな確信に近いような 僕のこう気持ち、えー、どういうんですかねそ,のそういうことをこう実感じゃないですけど実感するのは50以降なんでしょうけどもそ,のそれがこはこう点でいろいろこういろんな出来事が点でありますよね。点点点がこう人たくさんあってそれがこう線としてこうぐーっとつながっていってくるような感じ。ほんでこれから ちょっとずつです、ね、その、えー、うまくいってる状態であったりそっち側の気持ちがこう分かるようなことになっていくような感じがしますだから、えー、自分はこう下から目線というかその上の立場に立ったことがほとんどない状態でこう、えー、過ごしてきているだからどっちかというと弱者弱者目線からしかこう、えー、目線からの視点しか分からなかったんですけどもそこからこう うまくいくい状態のの人間の気持ち、えー、そこでもいろんな葛藤はあるでしょうけども、えー、一旦こう,うまくいった状態の方向からの、えー、目線をこ,うこれからですね、えー、自分が感じるようになるということですねだから両方の視点をこう見れるようになるとだから下から目線弱者目線っていうのは嫌というほど味わってきている、えー、一つの例で言うとですね僕はこう野球部をこう中学高校とやってましたけども、えー、レギュラー になったことは1回もなかったですだから、えー、レギュラーになってない人の気持ちはわかるんですねただレギュラーのその辛さというかそういうことは僕はわからないんですよねだからそっちの気持ちがわからないんですけどこれからはそのレギュラーになった方の気持ちというかその 何かをこうやっていって成し遂げていく方の気持ちが成し遂げていくというかその成し遂げる段階でこうレベルアップしていく段階の気持ちがこう分かっていくようになっていくのかなというふうに考えています。そそののののためのこう活動もいいろとととしているというところですねだから僕のその ある中にあるものでいうとやっぱり補欠やったっていうことですね、えー、中学もまあもちろん中学はまあ,あれですけど高校なんかでもこう試合結局3年生の夏の大会、えー、1回もその 公式戦にに試合に出るこことととがができなかったということがです、ね、やっぱりその3年間6年間こうやってきた成果が結局一塁のランナーコーチということで終わったということがやっぱりこう僕の中でこう大きかったと前半にとってはそこの挫折というかですねそこまで一生懸命やってたかどうかは別として結果が結局何も出なかったんだなっていうところそういう気持ちをこうアジア ことができきていいいるととうのはやっぱり大きいかなとで、えー、レギュラーの気もレギュラーの人らはやっぱりその輝いていたと思うんですけどもこっちがこう影の状態ですねそっち側の状態やったんですけどもそっからですねこれからそのレギュラー側の方それもただのレギュラーではなくてですねトップの方ですねそっち側、ね、こう向かっていくということになるかなというふうに考えております。うん まあ,まあだからそういうこうそういう下積みをこうじゅうとまだもうちょっと続ける状態になります光がなかなか当たりにくいでしょうけども、えー、そっからこう当たっていく時にそのやっぱり下積みというものがこう生かされてくるんかなというふうにつながってくるかなと思っております。ということでえまあ下積みですね。 を経験して、それがこう生かされていくんじゃないかなということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。